私の紹介については、先ほど今西社長より、ありました、全く、その通りです。広島を離れまして、さまざまなクラブ、さまざまなカテゴリーで、指導者として、経験を積むことができました。今回本当に縁あって FC 岐阜で、監督に就任することについては、非常に大きな喜びであると同時に、責任というものを改めて現在感じているところです。私はもちろん名選手であったわけでもないですし、名監督であるというそういう実績の持ち主ではありません。ただ様々な経験の中で、やはりサッカーとはこういうもんだ、サッカーとは岐阜の理念にある本当に選手がひたむきに頑張って勝利を目指してひたむきに頑張る、その勝利の喜び、あるいは負けた時の悔しさっていうのをサポーターと、共有していきたい、そういう経験をする中で岐阜の、3カ年計画の、今年2年目ということでありますけれども、ぜひ J1 昇格を果たしていきたいというふうに、考えています。現在私は、チームと合流して、いませんということで、具体的なチームの戦力であったり分析というものは現時点では、全くしていない状況ですけれども、ぜひとももう一度原点に帰ってその選手の能力を最大限に私は引き出し、で選手が思いっきり勝利を目指して岐阜のためにチームのために頑張ると、そういうチームとしての一体感というものを作り上げていきたいというふうに、考えています。そうする中で、私も選手とともに、成長していきたいと思ってますし、そうしたその成長する姿というのが岐阜のクラブの姿と全く一致するのではないかなというふうに、自分は今、考えています。サッカーについては、もちろんその選手をこれからしっかりと見て、選手間の競争を公平に評価して、で、一試合一試合本当に、全勢力を傾ける中で勝利をつかみ取ると、ぜひ目標の6位以内を達成できるように、6位以内と言いますと、勝率で言いますと間違いなく、5割以上を獲得しないと6位以内っていう、目標は達成できないと思います。だからこそ一試合一試合本当に勝利を目指して、私も選手も一緒になって戦っていきたいというふうに、思っております。簡単では、ございますが、皆さんに対するご挨拶ということで、短い、コメントをさせていただきました。これから一生懸命に、覚悟を決めて頑張ります。よろしくお願いいたします。